します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあやってみましょう。よーい。はい、スタート。維持費を節約するなら SBI ですよね。演技とかバッチリです。もう手の動きだけで、今ちょっと上に丸っこくなっちゃったんですけど、もっと横にこういく感じですね。返しがちょっとこれ。そう、そうそう。はい。それで今の、スピード感さすがにしてよかったです。はい。ああ、はい、はい。はい。よーい。はい、スタート。保険で節約する。車、保険、SBI。すみません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。やっぱりこう、大人になっていくとなかなかこう、教えてもらえる機会っていうのが減ってしまう気がしていて、でもこう、何かを学び続けることってすごく難しいと思うんですけど、でもなんかこう、将来10年先、もっと将来もなんかこう、自分で目標を常に見つけて進み続けられる、進化し続けられる人に進化したいなと思います。特定のものじゃないんですけど、私結構心配性で、なんかこう、もしかしたら必要になるかもしれないからっていう気持ちでたくさんいろんなものをカバンの中に入れて、カバンが大きくなってしまうタイプで、こう例えば急に雨が降るかもしれないから、じゃあちょっとそれを拭く用の大きめのタオル持っていこうとか、急に風邪ひくかもしれないから風邪薬持っていこうとか靴ずれするかもしれないから絆創膏持ってこうとか、なんか大体そういうのって持ってる時は使わなくて、いざ欲しいって時に持ってなかったりして、ダメダメなんですけど保険はかけちゃいますね、いっぱい。いろんな役にやっぱり挑戦していきたいなっていうふうに思いますね。こう全然自分とは違う性格の役だったりとか、コミカルの役もそうですし、二重人格の役とか、なんかこう関西出身なので関西弁を話す役とか、なんかこういろんな役を演じて役の幅を広げていきたいですし、なんかこう演じてる時にその素の芦田愛菜が出てしまわないような、なんかこうふとした仕草までちゃんとその役になりきれる、役者になりたいなと思います。はい、書きました。はい、じゃん。縁っていう字を書かせていただきました。高校を卒業してやっぱり新しく大学に入学した年だったので、なんかこう本当にここまで自分が今の自分があるのはやっぱりたくさんの方に支えていただいたからだなっていうことをすごく実感した年だったので、なんかそういうすごくお友達にも恵まれましたし、そういう支えてくれる方にも恵まれて、そういういろんな人との縁にすごく恵まれた1年だったなというふうに思います。ちょっと画数が多い感じなんですが、おもんぱかるっていう字を書きました。今年は20歳になる年なので、やっぱり軽はずみに軽率にこう行動するんじゃなくて、しっかりこう先を見据えて考えて行動できる人になりたいですし、なんかこう友達だったりとか周りの方に配慮ができる人になりたいなっていう意味で、こう思慮分別との慮と配慮の慮でこの字を書かせていただきました